その石見神楽 の, その正気っていう、まあ、演目がありまして、それが、まあ、病魔退散っていうことで、まあ、このコロナが明けまして、飲食店の応援企画としてこの神楽杯を作ることを決めました。あとやっぱりその石見神楽自体もコロナの影響で、まあ、イベントが中止になったりとか、社中を維持していく、伝統芸能を維持していく上で、まあ、非常にまあ厳しい状況下であるところで、その中でまあこの神楽の正気、その売り上げの 10% を神楽の協議会を通じて寄付することによって、伝統芸能の続けていくことのまあ一助になればというふうに考えております。飲食店の皆さん、そして石見神楽社長の皆さん、コロナに負けずに正気で頑張りましょう。